各都道府県に1チーム自衛クラブが生まれると絶対盛り上がるな。頑張れ三重、高知、和歌山、エトセトラとね、今週もコメントいただきましたが、これはねシャープさんで、最後にお話しさせていただいた、テーマの、ことなんですけれども、まあ、このコメントにもある通り、まあ、三重県、高知県、和歌山県、まあ、福井県とかもそうですよね。はい、まあ、宮崎県もそうか。あの J クラブがない都道府県のチームっていうのはやっぱまだあるので、まあ、そういったクラブ中心にやっぱり J を目指して頑張るクラブっていうのをちょっと応援していきたいなとは、僕思っておりまして、まあ、それをねちょっと今後、まあ、このギフトともにとは別に何か展開していこうかなっていうのは考えてるので、はい、ちょっとまあ皆さん興味ありましたらそれもね、楽しみにしていただきたいなと思いますけれども、ケイチさん、はい、ケイチさん、ちょっとコメントしてる場合じゃないんでね、はい、今回あなた出ますよ。さあ、始まりました。今回もですねちょっとこういうトーク形式で、はい、なんかねお届けしていきたいなと思いますけれども、ね、家の中ですね。家の中ですよここは。あれ外じゃないんですか、サッカーは。サッカーは外でやるんですけれども、はい、まあちょっとねこういう状況ですから、まあ、ちょっととにかくこうトークを取り続けるしかない感じですけれどもね、うん、はい、お届けしていきたいと思います。お願いします。でですね、はい、そうちょっとねこの方、うん、シャープゼロでちょっとねチラッと VTR 出演していただいた、はい、ケイチさんです。あ、どうも、公営テレビプロダクションの古町圭一と申します。はい、よろしくお願いします。ね、はい、前回の動画はママ白雪とこうやってトーク形式でお届けしてたんですけれども、はい、そういうのを、まあ、今回こう圭一さんにもちょっとやっていこうかなと。はい、うん、まあ、だい、岐阜県出身ですから。そうですね、うん、大丈夫ですか。 FC 岐阜しか知らないですけど大丈夫だと思います。とサッカーの基本的なルールぐらいしか。もう全然大丈夫。これはもう一サポーター目線の動画なんで。あ、じゃあ私なりの目線で大丈夫ってことですね。そう、あ、わかりました。全然それで大丈夫だと思うんで、じゃあ今回お話ししましょう。そうです ね、 ね、やっていきましょうか、ね、そうですね、 FC 岐阜でですね、うん、まず好きな選手もしくは注目してる選手っていうのをちょっとまずねちょっと聞いてみたいなと思います。はい、なるほど。はい、フリップかけますか。はい、ちょっとあ、これ、あ、サッカーダイジェストさんの選手名か。はい、見ますか。ちょっと見ないとわからないんで。まあまあそうですね。ちょっとね、チーム全体で応援してるっていうのはあっても、まあ、選手一人一人のことをまだちょっとね、そうなんですよ、こう把握しきれていないっていう部分ももちろんあると思いますし、そういう方もいらっしゃると思うんで、そういうのもこういうの買って見て予習してスタジアムとかね、うん、行ったら面白いんじゃないかなと思います。どこですか。J3 なんで後ろの方ですね。そうですね、はい。FC ちょっと見たい、はい、見たいと思います。はい、一人ですか。いや、何人でもいいんじゃないですか。何でもいいですか。やっぱり絞れないと思うんで、僕も前回ちなみに2人書いたんで。あ、わかります。はい、はい、書きました。さあ、じゃあね、じゃあちょっとは、はい、まず発表してもらいましょうか。はい、ケイチさんの注目もしくは好きな選手、まあ注目選手ですかね。注目選手ですね。注目選手はまずこちらです。はい、 FC 岐阜。はい、はい、ドンドン。ああ、まあまあ、そうですね、町田ブライト前田良一選手ということで、はい、なるほど。まず、まあ町田ブライトさん、まあ新人、はい、今年加入した今年加入した選手なんですけど、はい、なんか私の聞く情報によりますと、なんかフィジカルモンスター。フィジカルモンスター、まあフィジカルのね、強さがフィジカルモンスターみたいな。はい、フィジカル、はい、FC 岐阜の課題、まあそうですね、昨年までのちょっとね試合とかね見てると、やっぱフィジカルの弱さ、うん、走り負けるとかね、うん、やっぱあるんで、ボールキープも含めてそうかもしれないなっていうふうに思った時に、ポテンシャルというか、その当たり負けない、うん、走り負けないはちょっと見たことないんで分かんないですけど、まだそうですね、まだね、うん、試合をね早く見たいんですけど、ただその情報を聞くだけだと、こう当たり負けない試合でボールをちゃんとキープして、うん、FC 岐阜のサッカーに持っていけるような選手になっていただけるんじゃないかなと、ね、期待も込めてですもんね、これはね。そうです、うん、っていうのも込めて私は注目選手として、なるほど、町田ブライトさん挙げました。はい、はい、そしてやっぱりまあね、誰しも、うん、誰しもだと思いますけど、そうですよね、前田良一選手が、はい、まあ、得点するシーンをね見たいですよね、やっぱりどんどん、皆さんもやっぱり
若手と一緒になって、うん、それこそ一丸、うん、一丸となって一丸ですよ、うん、まあ勝っていきたいっていうのを話を聞きましたので、うん、そういったことでやっぱり、ボールがまず前田律選手に入るような、うん、まあそうですね、サッカー、うん、まあなんていうんですか、統率というかなんか、まあ、最年長、そうそうそう、ね、最年長としての役割も含めて、うん、FC 岐阜を引っ張っていただける存在ですもんね、存在、うんうん、そういう選手というか、そういう活躍に注目したいなと、ね、試合出るだけでというか、もうピッチに立つだけでね、なんかやってくれそうな予感はしますよね。そうだから、うん、そういう相手選手へのプレッシャーも含めてそうですね、そうこの2選手注目いたしました。なるほど、はい、他のチームに脅威を与える2選手なんじゃないかなと思って注目したいと思います。じゃあ続いてですね、はい、じゃあ思い出に残った試合、思い出に残った試合、まあ現地観戦もそうだし、うん、まあ、映像とかでね、映像とかでそうだし、見た試合っていうので、なるほど、思い出に残った、もしくは印象に残った試合っていうのをちょっと聞きたいですね。かしこまりました、ちょっと思い出しますはい、できました。さあ、はい、はい、じゃあ印象に残った試合、思い出に残った試合ですかね。はい、はい、印象に残った、はい、松林、まあ、勝負ってことですよね。試合、まあもちろん勝負ということですからね。勝つか負けるかの大勝負を、はい、の思い出に残った、はい、そうですシーンってことですね。かしこまりました、はい、さあじゃあちょっと発表していただきましょう。はい、こちらです、どうぞ。はい、私の印象に残った試合は、はい、じゃん、ミナモ対グランパスくんの試合ですね。あと、はい、名義ダービーの3本勝負みたいなあれでしたっけ。あ、そうそう、あれ2017年ですか、はい、私も見に行ってたんですけど、やっぱね、ミナモ対グランパスくん、はい、あの試合は非常に、印象的でしたなるほど。いやでもミナモくんがね、圧倒的有利だと思われたんですよ。そうですよね、うん、で、そこでの、なんだっけな、ボールのキックで飛距離、飛ばす飛距離と、ね、あとなんだっけな、PK やったっけ、 PK は最後だったような気がする、PK は最後でもう一個あったんですよ、うん、グランパスくんがね、もうミナも圧倒的優勢と思われた中、うん、グランパスくんが転倒したんですよそうですね、勝った試合も確かなんか3戦勝負のうち勝った試合が1勝か2勝かなんか、うん、結構前線というか転倒していい勝負になってて、うん、でミナモだまずいんじゃないみたいな、でそのハラハラした時に、そうそうしたらなんとミナモ、PK 勝負の時に、蹴る前に、負傷してしまいまして、ああそうでしたね、確かね、なんかね、怪我したんだかくじいたというか、倒れたんですよ、はい、これまずいなってなって、なった時に、はい、現れたのが、はい、まあ、ギッフィーですね、まあ、この日お披露目だった、そう、この日お披露目だったギッフィーだったわけですよ。ね、ミナモとギッフィーの熱い友情とね、先輩後輩のね、友情が垣間見えた、これ熱い試合だったなと、はい、私は思いましたね。僕もね、前回のちょっとそのトークの時に、はい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 、同じ試合を出させていただいたんですけど、あ、そうですか、はいはい、まあ、まさかね、まさかこっちの思い出だとは思いませんでした。同じミナモ対グランパスの試合、違います、2対6で敗れた試合です。ああ、はい、サッカーの方ね。あ、そっちですか。ああ、はい、私はだからミナモ対グランパスくん、はい、ギフティも含めて。なるほど、ということですね。という試合が、まあ、でも皆さんの中でも印象残った試合の一つじゃないですか。さあ続いてですね、はい、まあ、今年からね、はい、12年、はい、残留し続けたまあ J2 を一旦ちょっと抜けまして、え、そう、はい、はい、今年から J3 なんですけれども、そうでしたね、はい、そうなりましたね、うん、一旦こう J3 に落ちて明確に優勝とか、うん、こう、まあ、昇格っていう目標を初めてなんか持ってたような気がするんで、まあ、ちょっと対戦すごく楽しみなんですけども、はいはい、まあ、J3 のチームってほぼほぼこう初対戦が多いと思うんで、うんうん、ちょっとその J3 のチームの中でちょっと対戦が楽しみなチーム、はい、ちょっと聞きたいなと思いますけれども、え、何がありますか。まずチームをまず知らないといけない、ね、ちょっとチームをまず確認させてください、はい、サッカー大好きのね選手メーカーを見て、そうですよ、はい、はい、ね、J2 のね、うん、
残留の大御所でしたけどね。そうですね FC 岐阜は、ね、毎年残留争いで必ず残ってたんで、いや、うん、すごいですよ。あんだけ残留に絡むことってなかなかないと思うんですよ。そうですね、毎年ね、なんならあの降格で終了した時もありましたからね。だから21位で終了して、はい、まあ、あの当時 JFL のチームが、まあ、J リーグライセンスをちょっと持ってなかったので、うん、まあ、残留できたっていうパターンがね、そうそう2年連続であったりした。2年連続っておかしいです。すげえよ。よく残留したなと思って、うん、ね、そういうこともありましたけど、ね、